江ずり古墳群は、岩手県北上市の上江ずり北、鬼柳、我が町長沼に所在する古墳時代後期後半の古墳群である。江戸塚とも呼ばれる。1979年9月10日、国の史跡に指定され、1980年3月24日、追加指定される。本古墳群は、北上側に注ぐ我が川の形成した。 標高70から90メートルの低位段級の円辺及び自然堤防上に立地する。古くから映像塚として知られていた。本古墳群は四四群から構成されている。本古墳群では直径10メートル前後、高さ1メートルほどの円墳が約120基ほど確認されている。古墳の周囲には南側で切れる幅約1メートルほどの集合が巡っている。 主体部の大半は、瓦石を小口積みにした横穴式石室を真似た縦穴式石室である。石室の平面型は長方形であり、長軸が2から4メートルに対し、幅は0.24から0.7メートルと狭い。北壁に奥石を持ち、南側に形式的な専門部を作るものもある。床には、れが敷かれ、仕切り石とその両壁に立石している。 出土遺物には、わらび手刀、自家刀、通す、鉄属、まが玉、くだ玉、切り玉、ガラス玉、金管、鈴くしろ、靴は、鉄符、鎌、くわさき、はじきなどがある。ありがとうございます。